はいどうも、ナミノリです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回ですけども、UEFA チャンピオンズリーグ1回戦、セカンドリーグ、QPR 戦、そして、リーガ32節、エイバル戦、この2試合やっていきたいと思います。はい、今日チャンピオンズリーグ、セカンドリーグですね。前回 QPR に 0-0 で引き分けて、まあ特に進展なかった試合なんですけど、QPR 相手の 0-0 できたのはすごくね、良かったですけど、まあ最近のリーグ戦でほんとね、負けてるんで、これ全部ね、2連敗中ですから、悪い流れが、どう QPR に響くからね、ここで立て直して、QPR でしっかり戦うのか、それとも、あのリーグ戦のね、流れをそのまま持ってっちゃうのかね、これでちょっとね、変わってきちゃうんで、ちょっとそこね、リーグ戦からしっかり切り替えられるからね、ちょっと QPR 倒せるか倒せないかね、ちょっと変わってくると思いますよ、これは。はい、QPR 戦のスタメン今日これでいきます。ゴールキーパーカシージャス、左からアサモア、ラモス、デフライ、カルバハル、で、中盤にハメス、フェルナンジーノ、クロス、で、左マルシャル、ベンゼマ、まあ、6編でいきます。ちょっと今回から中盤3枚に増やします。ちょっとね、さすがにもう、まあ、視聴者のコメントでも結構あったんだけど、もうトップ下なくして中盤3枚にしろと。だから、あそこで中盤足りてなくてさ、やられてるじゃん、いつも。だからそこをどうにかした方がいいということで、ちょっと中盤3枚にしました。で、ちょっと攻撃陣はちょっと特殊にしましたね、これ。ちょっと3バックにして、フェルナンジーノ1個下げて、3バックにして、でカルバルとアサマをウィングにして、でベンゼマをちょっと偽キューバみたいな感じにして、まあコンセプテルも一応偽キューバつけてるんですけどして、でマルシャルとロッペン2トップみたいな感じで、まあ攻撃に関してはベンゼマちょっと引いてからのマルシャルロッペンをまあ裏に抜け出しさせたいみたいなね感じですよね。これでどうなるかで、で守備はまあ5バックにしましたね今回は。これでもう失点することないでしょこれ、さすがに5バックにしてフェルナンジーノ1個下げてんのよこれ。で中盤もまあ2枚にしてのベンゼマとロッペンでまあ真ん中潰すじゃないですか。まあこれでマルシャル1個残してのまあカウンターって感じだよね本当に。これどうなるからね本当まあちょっとやってみないと分かんないです。で、QPR に関しては今日は、ジェルピーノ、メッシ、支えた。まあ特に前回と変わってないかな。まあ途中から出てくる、ケイスケとディマリア、バーディが怖いですね。ほんと、そこら辺抑えられるからね。まあほんと前回みたいな、ファーストレグの試合できればいいよ。で、あわよくば後半、ね、点取れればいいですから、今日点取れ取って、引き分け以上でベスト8進出ですから、ちょっとレアルね、ほんともう CL しか希望ないんで、もうリーガーはもう全滅、もう消滅みたいなもんですから、ちょっとこの CL にね、かける思いはまた違いますから、ちょっとここ本気でやっていきたいと思います。さあ、この CL 負けたらもうほぼ全滅です。さあ、フルス QPR を叩きのめしてベスト8に行くのかね、それともね遠慮して QPR にベスト8の座を譲ってしまうのかどっちかですねこれは。さあ QPR 戦です。こっからどうなるからな、この試合で、この試合で決まるからね本当に。で行け、誰か行け、誰か行け、クロスクロス、これクロスよ、クロスよ、これクロスが上げてきて、まずいメッシーリンガー、嘘でしょ、メッシーリンガー行ってしまった、くそなんでお前そんなヘディング持ってんのよ、知らんて、もうもう失点の癖がリーガから治ってねえなこれ。こっからさ、これアルビオルですよ上がってきたの、これアルビオル、クロースこれ上げさせてさ、このヘディングですよこれ、知らんなメッシ。浅間上がれ、浅間上がれ、そう浅間行った、浅間は行ってクロス来い、ベンゼマ、ベンゼマかロッペ、ハメス、ロッペ、それいやーでも QPR 戻り早いなこれ、潰される、デフライ行け、一気にやってみよう、カルバール、カルバール裏、よしよしよし、アンサルディの裏、よしアンサルディの裏来た、クロス、クロスがこう言ってんのおかしいけどな、よしクロス取った、クロス取った、取ってからよーし行け、ベンゼマ、あー来たマルシャル、よしよしよし、これマルシャル行け、マルシャル来た、マルシャル中中、これ誰か、うわー、これ誰か行け、誰か行け、そういやー入るなこれ、メッシが入ってきた、まずいまずい、まずシュートカシアス、よしクロース、ハメス、そう、ベンゼマ、よし、来た来た、マルシャル、マルシャル来た、右足来たー、マルシャル来たー、よしよしよし、レアル、同点です、アウェーゴールゲット、よしよし、これ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 、マルシャル来ました、まあ理想はマルシャルがカウンターで抜けてからとかさ、そういう形作りたいけど、もうこんなこと言ってらんねえな、マルシャル決めました、これがいつもベンゼマやってるパターンだね、これはね、よしよし、これ、よかったね、これ、やっぱこのフォーメーション合ってるな、これ、ベンゼマがさ、偽キューバになってさ、マルシャルここで決めるっていうパターン、素晴らしい、トップ下、QPR のトップ下、そこまで強くない、でもここでメッシが来ると、危ない、シュートメッシ2点目、嘘だろ、あれは。これも一瞬だろ、こんなの。いやー、これくんの？これだからメッシ怖いのよ、本当に。もうやだ、この人。これですよね。ここでさ、真ん中、何のためにこのフォーメーションにしたんだ。これだよ、ナタデパス。入れさせちゃダメなのに。ハメス、ベンゼマ。ベンゼマ、ベンゼマ来い、右足、くそで、変えますか、ちょっとベンゼマ、ちょっと今日はダメだな、予備値入れるしかないもん、これは。ハメスに変え、ディスコ入れて、で、クロースと位置変えます。で、最初これでいきます。ベニシエスとバスで途中から出すかもしれない。行った、クロース行って、アサモア、ファールじゃないの、よーし、ファール来た、ファール来た。ちょっとクロース行ってみようか、これ。いける、クロース行ったろ、クロースはクソよし、6点変えて、バスケス入れましょう。バスケスはスパサブついてるから、まだワンチャンあるからね、これ。カルバル行け、カルバル行け、行け、カルバル行け。やばい、かわされた、バスケス、やばい、メッシ来た、メッシ来た、シュートー、
リックもうやめろ、もう焦ってな、これで焦りが出ちゃうんだよな、もうこれしゃあないよね、もう焦るのはしゃあない。ここでねカルバウルも焦ってるしさ、でここでね行っちゃったらフェルナンジーノ一発で、これはダメだよ。ヨビッチ、いやーなんで終わんだよ、もうキューピアル3対1へ敗退。いやー今日メッシだろこれ、だからメッシなんだよ本当に、毎回メッシなんだよこれ、勝てたもん今日。フォーメーション変えてもダメだね、メッシには通用しないってことですよこれ。来シーズンどうやるか分かんないけど、まあちょっとまた次ねメッシとやるときには本当にこれメッシをもう潰すしかないな、本当それしかない。さあこれで CL の夢決めました。マイユー勝ったた、ユーベ勝った、ミラン勝った、バルサ勝ったんだね。で、バイエルンとシティ勝ちましたね。まあ、こんなもんでしょう。キューピアル相手ね、今のである現状でリーグ戦など悪いんだから、まあ、これはもう予想通りの結果よね。はい、今日、エイバル戦のスタメンもね、前回のシエルと同じスタメンでいきます。今日、エイバルに関してはワントップの危険を注意ね、ここ止めないと、ほんと前回のキューピアルと同じ感じになっちゃうからね。さあ、もうシエルのね、希望は消えました。あとリーガだけです。もうリーガも全勝だよ、ここから。もうし、俺はもう許さないよ、これで全勝しなかったら。多分、これでもシエル圏内入れなかったら、もう確実に解任でしょ、これは、今シーズン。さあ、リーグ戦、今、連敗中です。ここから脱しないと本当ね、また満員の時と変わんないからね。ロッペン、そこじゃねえ、そこはなんでそれシュートくんので、マルシャル、これマルシャル来い、マルシャル来て、マルシャル、ベンゼマ、はいベンゼマ来た、はいベンゼマ来た、はいベンゼマ左足決められへへ、簡単なんかめったにできんぞこれ。そうベンゼマナイス、おいベンゼマ、おいベンゼマ、まあさあなんでお前下がってきてそこでさカットできないんだよ、何のためのお前下がってきたのそれ。ここでさ一回ベンゼマ取ったもんね、これコース、このドリブルのコースが終わってる。こっからどうすんの、ほんと知らないっつってんでしょ俺は、わかんないの本当に。でロッペンこう、そう斜めロッペン来た、ロッペン、いやー今のだよな、はいハメス、よし、おいハメスだけんな、おいハメス、もうハメスさーなんでそっちにクリアすんの、もうベンゼマと同じようなことすんなよ、もうリーがダメですこれは、やばいこれだもんな。デフライでクロス、これ取れよ、よし取って、ノッペン、マルシャル、よし来た、おお来たベンゼマ、はい来たベンゼマー、来たー、よしベンゼマ1点返しました、ナイス、今でよかったな形ね、いやベンゼマ引いた方がいいねこれ、今ねちょっと偽9番やめたんすよこの後半から、でこれよかったよ、この回し、これはなかった今まで、ベンゼマ素晴らしいね、この関係性いいね、いやーまずい、入ってきてデフライ、俺出ちゃうのか、デフライ出ちゃってクロス危ない、エリンゲー、エイバル3点目、なんでこんなひどいんだよ守備、ほんとにさ、誰今競ったの、これは知らんよな、これはどうしようもないよな、さすがにフェルナンジーノじゃない、うわフェルナンジーノこれ負けるか、もうエイバル3-1、ちょっとダメだね守備ね、これ5バックにしてんのよこれ、でもミスが2点あったからな、あれはもうねダメです、あんなこと続けてたらもうダメっつってんのよこれは。まあちょっともう一個一個直していくしかない、もうそれしかないんだよ、いうことはこれもうリーがダメですよ、もうこれは14位まで落ちました、あと残りだってあれでしょ、多分10試合もないから全勝しても厳しいんじゃない、だからちょっとレアルはもう厳しいですね今シーズン、多分解任されると思いますこれは。あベイルにオファー来たね、まあ言うやっと来たよ、これで売ろう131億円で売りましょう、ベイルちょっと高値で売ってね、もしかしたら来シーズンやるかもしんないんでね、まあ今日ね2試合連続で3-1で負けて、まあ2連敗ですけどもね、リーガに関しては何連敗なのこれ、3連敗か、ちょっとこれ止めなあかんな、残りもないからそんな3-4-5-6試合ですよ、6試合でもこれ勝っても CL 圏内難しいんじゃない、だからちょっとねこれ勝つまでいかなきゃダメよこれは本当に、まあちょっとヘタベ戦までやってきますけどね裏でね、ちょっとそこでどうなるかじゃない、あで次回はあれですね最終節オサスナ戦なんですけど、まあちょっとねマスターリーグ今シーズンやめようかなと思ってます、ちょっと次のねウィールの新企画もちょっと考えてるんで、ちょっとマスターリーグもういいかな、もう、まあ、見ての通りさもうひどいじゃないですか、またビッグクラブで合ってないっていうのわかんだけど、そろそろねもう結構やったしね、マスターリーグもう20シーズンぐらいやってんじゃないの、だからもうそろそろもうピリオド打っといた方がいいかなという感じで、ちょっと今シーズンでマスターリーグ終わらせようかなと思います、で僕のちょっと気がね向いたらまた来シーズンやろうかなと思います、ちょっと今シーズンでマスターリーグ終わるかな、まあそこはちょっとね次の動画で話したいと思うんですけど、はい、はいってな感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました、また次回お会いいたしましょう、 See you。ハメス、そういやー無理だなそれ、ファールじゃないので、クロスこれ行ってみようか、クロス来い、クロス来い、クロスはシュート、来たクロス来ました、フリーキックから今シーズン3点決めてんじゃない、これ3点ぐらい決めてるよね、クロス意外に決めんだよなこいつは、素晴らしい、やっとレアルこっから復調できるのか、復調してなんとか CL 圏内に滑り込みたい、いやーこれバーよこれギリギリよな、ほんとこれコース切りながら、コース切りながら、そう
そうだけど、そうだけど、それだよ、それそれ。シュート！セビージャ移動点も何回失点すんのこれ。ムラつきましたよ、これ。多すぎ、ほんとに失点。何回言わせんのこれ。ここで縦入ってきてさ、ここの浅間の対応遅いよな、もうこれ確実に。何回負けんだよお前。やばい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 、カシーニャスカシーニャス、おい逆転セビージャ。もうさ、なんでヨビッチ取られてから、お前ヨビッチのせいだよお前、それ取られてから弱いよ本当に。レアルこれでリーグ戦4連敗なのか。こっからよ、こっから。あ、ラモスのもう裏取られてんねこれは。あ、これカジアス出るのも遅いし、もうダメですこれは。だよ、もう何回こんな試合続けんのよ本当に。セビージャにダービー敗れました。これどうすんのレアル、俺もうダメだ、もうしないよ。マルシャル行け、ロッペ上がってこいお前。それマルシャルが自分で行く。マルシャル独走、マルシャルの独走が始まった。マルシャル、マルシャルクロス、おーゴール。マルシャルの独走からオンゴール来ました。アラベスオンゴールです。あー、マルシャルすげえな。でもやっぱダメだ、レアル個人技だな、もう確実に。もう連携が取れないもんだって。このフォーメーションあんまり意味ないんじゃないこれ。一応さ、まあ、フォーメーション変えてるんですけどね、連携が高まったと思えないんだよなこれ。でロッペンが来た、ロッペン来てのクロースが来た、クロース来て、クロース来て、よしベンゼマ行け、ベンゼマ行け、よしよしよし、ベンゼマ行った、はいベンゼマ決めよう、ベンゼマ右足来たー、ベンゼマ来ました、クロースからナイス、こういう形こういう形。今のあんまなかったんじゃないこれ、ベンゼマの裏ね。ここでここでフリーの状態たまにクロスできんのよ。でここからクロースがね、いいですよねこの形。ベンゼマ、そう行く行く行く、ベンゼマ行った、惜しい。いやー、ラモスまずいまずい、まずラモスシュート、アラベス1点返された。なんかこのシュートコース入んのがダメだね、入ってないんだねちゃんとね。だから決められてんだろうねこれは。これでさ、ここで1回ベンゼマこう取れたな、ここ取れたし、ここでねシュートコース切ろうとしてんだけどね、これ切ってないんだもんな。まずい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 、シュートよし。でこれ中入ってくる、やばい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 、シュート、嘘だろもう。レアル同点、もうしっかりやってたじゃん、もうなんでそこで壊れんのもうやだレアル、もう嫌いもレアル、お前らダメ。ここでモロさん見せたね、ここでさちゃんとさ、ここでかわされたの悪かったね、うん、でもそれにしてもだよ、もうこういう試合落とすからもうダメなんだよ今シーズン本当に。もうダメっすねもうね、うん、もう希望ないもう何も言えねえよこれは、何も言えねえ。で当てろ、ベンゼマ当てて、そうでマルシャル来い、マルシャル来た、右足シュート、あベンゼマとこファールか。さあクロスもこれ早く蹴った方がいい、早く蹴んないと多分無理だから。クロース来たか、シュートー、クロース来たー、ナイス。クロース、これあれ結構決めてるよな、フリーキック。いや、やばいなクロースね。レアルがこれ復活できるのか、マジギリギリだけど、ほんとね。これ守る、最後守る、最後守る。よーし、勝ったレアル久しぶりの勝利、無失点試合、初めて生まれたね、久しぶりに。やっとだよ、もう。でもクロスのあれ、フリーキックだけだからね、これ。ラモス、ここでカバー、そう。でー、なんだけどなー。あー、やばい、カジア出てこい。おー、あー、くそー、アトレチコ先生、ブライアン、いやー今カシーヤスね、今取れそうな予感あったけどねいやー、やっぱアトレチコには失点するか、これはこれですね。こっからオナクロース、なんでこれずれたん、ベンゼマそんな難しい対策出さなかったでしょここで。いや、でこれ多分かわされても PK 取られたな、これは。おいおい、ちょっと待って待って待って、いやアトレチコ2点目、これブライアン2点目、真ん中開けすぎだよなあれ。てかもうミスからですねこれもね、1個前にちょっと誰かパスミスしたんだよね、そっからだもんな。真ん中これガラ空きですよこれ、ラモスしまんなきゃダメだよな。ハメス、そうでマルシャル行け、ファールだろ、ふざけんなよお前、いかにしろよお前。さあクロス、前半は入んなかったけど、どうこれ入んじゃない、よーし来たクロス、素晴らしい。レアル今クロスのフリーキックしかないのかこれしかねえな武器は。フリーキックすごいもんな、クロスでも。これよ、前半アウトしてたんだけどね、これは決めました、さすがにね。でイスコ、これカモン、イスコ、いやー2人で挟め、やばせやばせ、おいおい、ダメだ、オフサイドないの、おーオフサイドだろ、オフサイドだろ、はあ、なん
だよ、モラタ。ふざけんでも喜ぶなよ、お前。フルスだろ、これ。お前、レアルなんと思ってねえんだな、バカ野郎、お前。いやー、今の防いでたのにな、頑張って、これ。ここでさ、なんかここで、ここに弱さがね、見えちゃったけどね。うん、これ、防いだの、一回。これ、しゃあないよね、このこぼれ。あ、ヨビッチ。ヨビッチ、イスコ来た、イスコ。イスコ、シュート。お、ヨビッチのとこか。ヨビッチのとこだね。よしよしよし。フリーキック、これ、クロス2発目だぞ、これ。これも早くけろ。早くけろ。クロス来た。よーしゃ、クロースフリーキック2発目。すげえな、クロースのフリーキックの成功率やばいね。いやー、すごい試合だけどなー。ちょっとアトレティコの一瞬報えるだけか。惜しいけど。やばい、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 やばい。わあ !3 人いやー、アトレティコ、まあ強かったっちゃ強かったけどさ、勝てなくなかったよね、あれは。いいな、これ。いや、そこ通んの、それ。おーい誰これ、エルナンデスこれ。いやー、今のは来ると思わんだろ、これ。お前もフルスに喜ぶのか、お前。ここでさ。いやー、あのシュート来ると思わんでしょ、これは。こっからさ。カシージャス、これで無理か。6票前、どこいんだよ、それ。待って、待って。もう、2点目、タフェ、もうやだ、ほんとに。モリーナです。もうダメですね、これね。本当にダメ。もうリーがダメです。こっからさ、で誰も下がってこねえじゃん、前出したいのに。勝てる気しねえよ、お前らじゃ。エルナンデス来るよ、来るって。おお、もう来るって言ってんじゃん、もう。あー、モリーナ2点目。もうダメです、でやるダメだ。もう銀河系どころじゃねえよな、もう。銀河系でもなんでもねえよ、こんなことしてたら。これベンゼマ行っても取れない。それでこれ剥がされてさ、これはこぼれ球だよな。もう動くな、動くな、あんま動くな、マジで動くな。よし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 よ、なぜなぜなぜ、シュート。エレナンデス今日2点目。もうやだ、もうヘタフェ、何これ。ヘタフェ化け物じゃん、これ。何これ、ここ切ってさ、ここで。いや、これはクロス取りきれないんだもんな、これ。これはダメでしょ、もう。イスコ、ここでもらってキープ。はい、ベンゼマくん、ベンゼマくん、シュート。やっと1点返しました、レアル。ナメル監督大喜びしておりますが、これは厳しい。あー、もうね、ちょっと今日ヘタビおかしかったね。エルナンデスとあれだ、モリーナおかしかったよ。まあこっからいつものパターンだけどね。うーん、このパターンしかも決められないのよ。だって動き出しがないんだもん、全然。イスコ疲れてる、疲れてるな。ちょっと待って待って待って、なんでそんなシュート。もう5点目食べ、何これ、エルナンデス、これ。こんな試合見たことねえよ、本当に。5点も取られる試合さ、これはひどいね、ちょっとね。ここでさ、こんな回してくんのよ、細かく。これはもう無理でしょ、これは。5対1。何これ、あ、ヘタフェがなんでお前ら寂しがってんだよ。こっちでは寂しがりたいのは。これ2分落ちますよ、これ。やろ、ほんとこれ。